神奈川県相模原市にあるアメリカ軍の補給施設に弾道ミサイルの迎撃などを指揮するアメリカ軍の新たな司令部が設置され編成式が行われました。先月16日、アメリカ陸軍第38防空砲兵旅団の司令部が相模原市の相模総合補給所に発足しました。これを受け近くのキャンプ座までは昨日編成式が行われました。新しい司令部は太平洋地域などのミサイル防衛や訓練を担当し、これまでハワイから指揮していた青森県や沖縄県など国内3つのミサイル防衛部隊も傘下に収めます。キャンプ座間の周辺では地元住民が新たな司令部の発足に反対する様子も見られました。